はい、こんにちは。きょん習慣化のお話をしていきます。いよいよ習慣化最終回のお話ですね。全然予想してたというか計画してたわけじゃないんですけど、たまたま今日がクリスマスということで、まあ、この動画が皆さんの来年2021年に向けてのプレゼントになるような動画になっていけばいいかなというふうに思います。まだあとね、年内1週間ありますから、来年のですね、皆さん自身が掲げる目標達成のために今から逆にやめるべきことっていうものを立っていくための準備っていうものを進めていただいて、で2021年元旦から爆走できるように仕向けていっていただけたらなというふうに思います。で、今日のテーマ一体何かっていうと、最後悪習慣を断ち切るための方法でシンプルイズベストの自己暗示という方法をお伝えしていきます。で、悪習慣を直すために、いろんな方法をですね、紹介これまでしてきたんですけれども、もうこれはシンプルで誰にでもできて、この動画が終わったこの瞬間にもう始めることができるくらい簡単なものになります。ね、で、自己暗示自体は、じゃあそのいろんな実験とかで意味あんのっていうちょっと疑い深いところもあったりするんですけれども、どうやら少しずつ効果があるというその確証のデータっていうのが出てきたみたいですんで、これは試す価値ありだということでご紹介をしていきます。で、直したい習慣っていうのがあるときに自己暗示っていうものを使って、その悪習慣が出てきたときに、それを忘れろって命令するだけ。これです。以上です。はい、めちゃめちゃ簡単ですよね。もうタバコを吸いたいってなったら、タバコ忘れろ、酒、ウイスキー、ビール、ワイン、忘れろってするだけです。めちゃめちゃ簡単ですよね。これまで紹介してきた方法で何かやりたいと思った時にイフゼンプランニングを作ったりとか、それからレインテクニック、やめたいもので観察したりとか、あの受容したり言語化したりっていうようなお話をしてきたんですけど、これって結局条件を何々したらこうするっていうふうに用意をしたりとか振り返ってみて、結構手を尽くさないといけないことっていうのが多かったりしたんですよね。ところが自己暗示っていうのは何の準備も必要のない、もうこの瞬間からやれるっていうくらい簡単な方法なんですよ。ただこれまでやってきたようなイフゼンプランニングとかレインテクニックのようなものと比べると、ちょっと効果があるかどうかっていうとまだまだ低いかなっていうところなんですが、まあ簡単にできる分、まあ効果はちょっと薄くてもそれは仕方ないよねってことを受け入れていただくしかないかなというところではあります。いろいろと用意してやっていくのがちょっとめんどくさいなっていう方に関しては、自己暗示っていうものから始めていただいて、慣れてきたところで20秒ルールとかイフゼンプランニングっていうものをセッティングしていただいて、で習慣化したいものを習慣化して、で逆にビジラントモニタリングとかディストラクションとか、それから刺激コントロールやレインテクニックっていうものを使って悪習慣を断っていくっていうことをしていただけたらというふうに思います。で結局ね、やりたいことをやるのもあなただし、悪習慣をやめようと思ってやめるのもあなたなんですよ。だからあなたがあなたのことを信じてあげて、しっかりと後押ししてあげる、あるいは引っ張ってあげないと、誰もこういうことやりたいの、じゃあ俺に任せときなって言って引っ張ってくれる人もいなければ、あそんなことやめたいの、じゃあ頑張れよ、あなたならできるって後押ししてくれる人も周りにはいないんです。残念ながらあなた自身がこうするっていうことを決めてやらなくちゃいけないし、これをやめるって決めてやめなくちゃいけないっていうわけなんで、それをですね、しっかりと心に決めてやっていただけたらと思います。そのために悪習慣をやめるんだったら、この自己暗示っていう方法でやめろっていう風に、自分に投げかけることを投げかけるっていう風にしていただけると、結構やめれるというケースがあるという話になります。自分には自分がついているっていうようなですね、歌詞がレペゼン地球のゼロ東京っていう曲でありまして、で金太さんがね、俺には俺がついているっていう歌詞があったりするんですが、それを聞きながらやっていったら、案外ちょっと背中を押されている気分になって、自分の習慣化とか身につきやすかったりとか、悪習慣を断ち切れるきっかけになるんじゃないかなというふうに思います。でレペゼン地球のゼロ東京を聞いていただくの、これをお勧めしておきます。ちょうどね、明日12月26日に解散ライブっていうのを福岡のペイペイドームっていうところでやるみたいですね。見に行きたかったんですけど、まあ、残念ながらそれは行けないので、解散ライブを遠いところ、遠い地から応援をしておこうかなというふうに思います。まあ個人的な話にこれはどうでもよかったですね。ということで、悪習慣を断ち切るための一番簡単な方法、自己暗示、やめろと自分に命令をするという方法をお伝えをしていきました。ということで、まあ、今日もうね、とは言いながらクリスマスのもう19時を過ぎている時間帯ですから、26日明日土曜日ですけれども、お休みの方はしっかりと影響を養いながら、悪習慣ついつい出そうになって寝てしまっているとか、甘いもの手出しているという方はやめろというふうに声をかけていただいて、残りの1週間をそういった形で悪習慣を断ち切っていって、
1月1日からすっきりといい状態で始められる準備っていうのを今から進めていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで習慣化のお話ですね、もうほぼほぼ1ヶ月くらいですかね、ずっとやってきたんですけれども、最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。明日からまたちょっとテーマを変えていってお話をしていこうというふうに思いますので、引き続き動画をご覧いただけたら嬉しいです。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。それではバイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。